マリサ、最近の日本って物騒な事件が多すぎじゃない？確かにそうだな。事件に巻き込まれないか心配なのよね。いつ何時事件に巻き込まれるかわからない状況だが、自分が犯罪者になる可能性もあるからな。え、私が犯罪者に、そんなことあるはずないわ。わからないぞ。人に対して憎しみや恨みが激しい場合、人は何をしでかすかわからない生き物だからな。確かにそうね。じゃあ今回の動画では、これが解けたら犯罪者、犯罪知能テスト、ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。では早速診断を始めていこうと思うぜ。これからある質問をする。5つ用意されている答えの中から、これだと思うものを1つ選んで答えてくれ。選択方式なのね。わかったわ。なんだかドキドキしてきたわ。霊夢が犯罪者じゃないことを祈るぜ。もちろんこれに当てはまったからといって、犯罪者になるというわけじゃないから、軽い気持ちで診断してみてくれ。では早速スタートしよう。もしあなたが犯罪者だったら、何を使って変装するか、次の中から選んでくれ。A、帽子をかぶる。B、深刻な表情のマスクを使う。C、親切な笑顔をしているマスクを使う。D、傘を持って出ていく。E、元の姿で変装せずに出ていく。やっぱり A かしらね。帽子が一番顔も隠れるし、いいんじゃないかしら。逆に絶対 C は選ばないかも。なんか怖いし。なるほど。霊夢はそうだったか。何？気になるじゃない。では次からは結果を発表していくぜ。なんだか変な汗が出てきたわ。では早速結果を発表していくぜ。まずは A の帽子を選択したあなただ。霊夢もこれだったな。そうよ。ドキドキ。あなたはズバリ直感型のようだな。直感型？どういうこと？あなたは瞬時に状況を判断することができ、さらには確実な意思決定も行うこともできる人のようだ。それに加えて大胆さも持ち合わせているぜ。つまりあなたは大胆でありながらも、確実に物事を推進するタイプ、ということだ。おお？なんか褒められてる？あなたは一般の人に比べて、はるかに早い状況判断ができ、その判断に基づいて、自分の意思を明確に決定する知能を持っている。その上自分がすることで得られる結果に、とても自信を持っているから、大胆に行動することができるんだ。ということは犯罪者には向かない。そうだな。もしあなたが犯罪者だとしたら、他の人はあなたの直感的で大胆な犯罪行動に、呆れてしまうだろう。一瞬で捕まりそうだわ。霊夢に犯罪は向かないということだな。はぁ、よかった。次に、B の深刻な顔のマスクを選択したあなただ。あなたはズバリ分析型だな。分析型ということは、論理的な感じかしらね。その通りだ。物事を行動に移す前に、きっちりと資料調査をし、論理的な判断をし、統計を取る。あなたは起こりうる全ての場合を考慮し、資料を調査し、合理的な判断を下しながら、行動するタイプだぜ。石橋を叩いて渡るタイプね。霊夢とは正反対のタイプだな。確かに。あなたは他人に比べて、起こりうる数々のことを前もって考え、それに対して、できるだけ多くの資料を集めて最善の選択をする。それだけではなく、統計的な感覚もあるから、あなたの決定には一寸の誤差がないんだ。もしあなたが犯罪者だったら、誰も気づかないほどの、高難易度の犯罪を犯すだろう。こういうタイプが犯罪者になったら、一番警察も厄介だと思うかもしれないわね。次は C の親切な笑顔のマスクを選択したあなただ。あなたはズバリ計画型だぜ。分析型と同じような感じがするけど、どう違うのかしら？あなたはじっくりと仕事を進めて、それゆえ絶対に失敗はしないんだ。おお、堅実派なのね。あなたはどんなことでも確実に、順序を立て、きちんとした姿勢で、一歩一歩着々と進めていくタイプのようだな。あなたは普通の人と比べて、驚くぐらいの論理的な思考回路を持っている。どんな手順を使ってでも、正確に仕上げてこそ失敗なく目標を達成できる。ということを、常に頭の中で書いている。だからあなたが行うことに、失敗が起こることは絶対にないだろう。ってことはこのタイプが犯罪者になったら、完全犯罪ができるんじゃ。うむ。あなたがもし犯罪者だったら、目標は完全に達成できるはずだぜ。次に D の傘を選択したあなただ。あなたは相違型だな。相違型というと、アイディアが豊富なのかしら？その通り、あなたは豊富なアイディアと、独創的な展開で、予測不可能な行動を起こすことができる。あなたは誰も予測できない独創的で、豊かなアイディアを持っているタイプなんだ。もしあなたが犯罪者だったら、おそらく誰一人、あなたが犯罪者という事実に、気づくことができないだろう。
それだけあなたは、誰も予測できないぐらいの、創意的に物事を遂行するのに、優れた才能を持っているんだ。これは犯罪に使うのはもったいない才能ね。では最後に、E の変装しないを選択したあなた。あなたはズバリ、天才型だ。天才型？ああ。あなたの才能や考え方は神レベル。それゆえ一般人には理解不能なんだ。その上総合的な状況判断もできるから、怖いものなしだぜ。チートじゃない。あなたには平凡なトリックは何も必要がないくらい、あなた自体がものすごい能力を持っているんだ。もしあなたが犯罪者だったら、あなたの犯罪を捜査する、すべての人の考えを見抜ける天才的な知能を持っているぜ。一般人としては、到底理解しづらい、あなたの測定不可な知能が、周囲を驚かせるだろう。犯罪、ダメ絶対。診断からは5つのタイプに分かれたみたいだけど、あくまであなたが犯罪者だとしたらこのタイプってことよね？ああ、そうだぜ。犯罪者には絶対なりたくないけど、犯罪者になりやすい人の特徴って、何かあるのかしら？一応、犯罪加害者の傾向というものがあるんだ。ここでは犯罪者になりやすい人の傾向について少し詳しく解説していこう。犯罪を犯す人の多くは、もともとは社会の不条理の犠牲者で、何か恐ろしい被害体験に巻き込まれていて、死を目前にした時に、自分を攻撃してきた人物と同一化した部分を持つと言われているんだ。ふむふむ、もともとは攻撃された側だったのが、それが自分の中に入っちゃったって感じなのね。そうだな。そして、日常生活をあたかも正常化のように過ごしてはいるものの、自分の体に安心感がなく、体の中に攻撃者と同一化した部分を、閉じ込めている状態なんだ。普段の生活では出てこないのね。そして環境側の嫌悪刺激、つまり電気刺激や叱られたりという、体に恐怖や不快を与える刺激を受けると、攻撃者と同一化した部分が動いて、内部を侵食し始めてしまう。水面が波打つように、じわじわと心が侵食されていくのね。犯罪を犯す人は、もともとの気質的な要因が大きいと言われているが、かなりの早い段階での不条理なトラウマのせいで、正常な感覚が麻痺させられ、情動脳と原始的な神経の働きが強くなるんだ。情動というのは、感覚刺激から来る行動反応のことで、つまりこれが強くなるということは、リスクを考えない無計画さから、軽率な行動を取ったりするということ。快楽主義的で、追い詰められると自暴自棄な行動を取ってしまうぜ。小さい頃に受ける虐待とかの体験から、正常な感覚が麻痺しちゃうのね。ああ、幼少期の頃から問題行動を起こす子供は、トラウマの影響により、環境のストレスに弱く、すぐ足がすくみ、頭がフリーズして、交感神経系に乗っ取られ、感情や行動をコントロールするのが難しい状態にある。そして、自分の意識が飛んでいる時に乖離して問題行動を起こすか、いても立ってもいられない中で、衝動的な行動をとってしまう。家庭環境が悪くてグレるって、ドラマや漫画の中だけの話かと思ってたけど、そうじゃないのね。そうなんだぜ。しかも彼らは、気質やトラウマの影響でそうなっているのだが、周りの人は理解できないため、彼らの主張は考慮されることはないんだ。親や先生、クラスメイトから問題児扱いされて、いつも不公平に歪められ、強い者により裁かれてきた。それは辛いわね。家庭や学校社会の中で精神的に追い詰められるたびに、反抗するしかなかった。そしてこの世界が悪意で満たされているように感じて、身動きが取れなくなると、交感神経に乗っ取られて、自暴自棄になるしかなく、複雑なトラウマが体に刻み込まれてしまう。さらに周りが邪魔をしてくるから、やり返そうとする気持ちがだんだんと大きくなり、問題児扱いされてしまう。あらら、悪循環に陥っちゃうのね。やがて人間関係をうまくこなせなくなり、不当に罰せられ、人間の尊厳を剥奪される。誰からも愛されず、周りから見放されることで、闇の中で生きるようになってしまうんだ。それが犯罪を起こす原因なのね。自分自身や生命を粗末にして、被害感情や怨念、復讐心の塊になってしまうんだぜ。普通の人は、合理的に生きているから、法を犯さないように、自分が加害者にならないようにしている。確かに、車の運転のシートベルトだって、気をつけてるわ。しかし、法を犯してしまう人は、自分の行動を止めることができず、破壊的なことをして、周りを混乱させるんだ。さらに楽しくなると、社会の倫理や規範を平然と乗り越えていき、他人をないがしろにする。彼らは、なぜか自滅的な行動を再現してしまい、普通の人ならちょっとしない犯罪領域まで、平気でしてしまうんだ。ニュースとかで殺人とかの話聞くと、本当にそんなことするの？って思うわよね。ああ。例えば強姦などの性犯罪者は、常習犯の人が多くて、
同じことを繰り返すんだ。もうしないようにとはならないのね。彼らが犯罪を犯すときは、合理性のようなものは吹っ飛んでいて、自分の欲を満たしたいという感覚になり、動物的な直感で、人を嗅ぎ分けて、ターゲットを見極めるんだ。本当に野生動物みたいね。犯罪者は、孤独やストレスを溜め込んで、精神的に追い込まれていくと、過去のトラウマを負った時の身体的状態になり、衝動性を抑えられずに、自分より弱い相手を狙う。それを本能的に嗅ぎ当てるのね。犯罪者になりやすい人の中でターゲットを見極めるって言ってたけど、そのターゲットになりやすい、いわゆる被害者になりやすい人の特徴ってあるのかしら？残念ながら被害者になりやすい人、というのもいるんだ。それについても聞きたいわ。ではここでは被害者になりやすい人の特徴について解説していくぜ。被害者は、声が弱々しく、嫌なことを嫌と言えない性格で、自分は無力という雰囲気を出しているのが原因で、加害者を引きつけて不幸の連鎖を起こすんだ。ちびまる子ちゃんの藤木くんとか長沢くんみたいな感じね。その例えわかりやすいな。トラウマにあった人が、それ以降も頻繁に被害にあって、不幸なスパイラルに陥る理由の一つは、トラウマを負うほどの被害にあった人は、その経験に飲み込まれて、克服に向かって前進するのではなく、被害のことばかりを考えて堂々巡りになる。確かに、長沢くんも、自分の家が火事になったことを、しつこく言ってたもんね。おう、体は恐怖にロックされて、ぐるぐると同じことを考えて、姿勢、目線、声、表情に、恐怖心が現れるようになる。過去の被害体験にとらわれて、ズタボロになり、恐怖で動けなくなって、フラッシュバックが起きてしまう。フラッシュバックってよく聞くけど、本当に動けなくなるのね。ああ、被害体験が体に染みつき、無感覚になり、無気力な状態から抜け出せず、実際に被害に遭いそうな時でも、適切な反応ができないため、何度も被害を受けやすくなるんだ。過去の経験から、被害に遭わないようにとは思うんだろうけど、その経験が邪魔をして、同じ被害に遭ってしまうなんて皮肉ね。また被害者は、自分を脅かしてくる人から、断りづらい状況を作り出されて、強制的に同調したり、自分の方から加害者を探そうと思って、近づくことがあるんだ。弱々しい雰囲気もそうさせてしまうのかしらね。被害者の多くは、自分を脅かしてくる対象を見つけると、片側なわな震えて、その恐怖から回避行動を取るか、接近するかの行動の二択になる。脅威の対象が、いつ自分を攻撃してくるかわからない場合には、常に警戒しながら、自分がどう動くべきかを頭の中で考えるんだ。常に相手のことを考えているような状態になるのね。脅威の対象にあえて近づく場合は、このまま生き残れるかどうかという、切迫した状況が、生きているという実感になり、アドレナリンに溢れて、気分が高揚し、身軽になる。へえ、それが生きている実感になって、あえて近づいてしまうのね。でもそれってギリギリの感じよね。ギリギリでいつも生きていたいから。カプーンか。そして、頭が回転し、機動力が高まり、心身の機能が高まっていくが、自分を脅かしてくる対象から攻撃を受けると、恐怖で体がこわばり、また同じ被害を受けるかもしれない。また、自分を脅かしてくる人物を客観的に分析しようとして、近づいてしまい、再び嫌なことをされて、被害に遭いやすくなる。被害に遭わないように、相手を知ろうとして、また同じ被害に遭っちゃうわけね。複雑にトラウマを負っている人の場合は、危機的な場面で、戦うか逃げるかよりも、恐怖で体が凍りついてしまい、手足の感覚が麻痺し、動けなくなったり、声が出なくなったり、自分の身を守るための行動が取れなくなる。大きな声を出したり、走って逃げたりとかかしら？そうだな。そして、その場で恐怖に凍りついて、麻痺し、加害者の操り人形になって、ただ被害を受けるだけになってしまうんだ。嫌なことをされているのに、そんなことあるの？もちろん一般の人であれば、攻撃を受けると抵抗するが、複雑にトラウマを負っている人は、攻撃されても反応が鈍かったり、動けなかったりして、やり返すことが困難になり、言いなりになるしかなくて、ひどい体験の被害者になりやすいんだ。ひどい体験をしていればしているほど、抵抗できなくなってしまうのね。そして被害者は、自分で自分を守れないことを責めたり、加害者への恐怖心が消えなかったり、自分の人生を台無しにされたことを悔やむ。加害者が犯罪を犯すときは、神経が過敏になり、匂いを嗅ぎ分けるが、被害者のその心の囚われが、加害者をおびき寄せることになるんだ。なんか起こるべくして起こるというか、そういう人を加害者って敏感に当ててしまうのね。そういうことなんだぜ。結構難しい問題ね。
ということで今回は、これが解けたら犯罪者、犯罪知能テスト、ということで解説してきたが、どうだったか？自分が犯罪者にはなりにくいってことが分かって安心はしたけど、加害者にも被害者にも、深刻なトラウマや体験があるのね。犯罪を起こすのはもちろんいいことじゃないけど、そういう行動を起こさせないための、社会の環境づくりも大事なんだなって思ったわ。おお、結構まともな感想じゃないか。どういう意味よ。動画を見ているあなたの診断結果はどうだったかな？天才型だった、という人がいるかも気になるわね。ぜひコメントで教えてね。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思うぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。